食べろうと思います。今日はバスツアーありがとうございます。ちょっと待って、ほんまにガラガラ。今日はバスツアーありがとうございました。地方舞バスツアー、なんかさ、地方舞バスツアーってそのドドンと出た時にめっちゃ違和感、あのさ、いつも地方級って言ったけどさ、違和感あったんやけどさ、なんか慣れてきました。めっちゃ楽しかった、ほんまに。そう、いっぱい写真撮ったけさ、ちょっと来れんかった皆さんにもたくさん共有したいと思います。浴衣とか、あとはバスガイドさんになったり、あとこの私服、これかわいいんですよ。これさ、ファンクラブの時にこれ選んでそのままもらった、かわいい。あのファンクラブのさ、あれよ、画面変わったんやけど、その時の服。そう、バスツアー来てくださった皆さんありがとうございました。あとね、今日ね、写真集のイベントが発表されました。イエーイイエーイ。ここテロップに写真集イベント決定、写真集のイベントが決定しました。イエイイエイ、嬉しい。あのさ、そのレモンの季節の時にさ、リアルできんかったけ、めっちゃ嬉しい。いつだったかやね、ちょっとツイート見ながら、10月25日、その発売日当日がオンラインサイン会があって、で10月26日は東京で、11月2日が広島で、11月3日がまた東京で、イベントがあります。リアルイベント、そのね、リアルイベントの特典がリアルは、あ、オンラインから言うか、オンラインは一冊券だと、あ、これリアルじゃないわ、あ、ん、あ、これや。一冊券だと一冊にサインして、あとは生写真1枚、5枚さランダムであるんやけど、そっから1枚ランダムで届きます。そして3冊券だと写真集1冊にサインと、あとニックネームを書かせていきます。ニックネームが追加されました。あとその生写真が3枚、その5種のさ、ランダムから3枚になるのと、あとはサインなしソロチェキ、私のソロチェキと、デジタルサイン入りフォトデータ1枚、かっこ5枚からランダムっていうのがあります。これオンラインね。でオンラインの5冊券っていうのもあって、それは
さっきまではさサインとニックネームだけだったけど、プラスでコメントもついてきます。あとは生写真5枚がコンプリートできるのと、さっきはチェキ、ソロチェキにサインが入っとらんかったんやけど、5冊券だとサインが入ります。あとこれすごいよ、5冊券だと特製アクリルスタンドがつくの、アクスタ。あとは5冊券限定スペシャルメッセージ動画っていうのがつく、盛りだくさんとなっております。これが10月25日にオンラインでやります。で、リアルは一冊だとサインのなしの本を手渡しでお渡しします。で、3冊券だとサインが入ってる本一冊をお渡しするのと、あと会場限定の生写真をお渡しします。5種のランダムから。で、5冊券だとサインがプラス宛名が入ります。あとはその5種のランダムのやつ、会場ランダムから3枚もらえるのと、あとこれがでかいですね、お客様の携帯電話で2ショットまたは1ショット撮影、これね、あれ、これ書き方が伝わりにくいな。これ私ね、最初は2ショットだけだったんですけど、2ショットか1ショット動画か選べるようにしてくださいって言ったんよ。で、そうしましょうってなったんやけど、これなんか伝わりにくいね。ワンショットってさ、動画じゃなく見えるよね。ちょっとマネージャーさんに連絡しました。そうで、そう、5冊券がお客様の携帯で2ショットを撮るか1ショット動画を撮ってもらうかって感じで、で10冊券、これすごいですね。10冊券だとサイン入り、その宛名入りをやって、あとは会場限定の生写真コンプリートと B4 ポスターがついてくるのと、あとは2ショットチェキが取れますってのと、あとは会場限定別カバー、そうさ、表紙がもう1個しかないんやけど、10冊券で買ってくださった方には別の表紙のカバーがありますっていう感じです。皆さんぜひよろしくお願いします。何卒
ね、チェキいいですよね。これもさ、申し込みできるんよ。タワレコ広島さんは明日から申し込みなんやけど、それ以外のところはもう申し込みできるけ、よろしくお願いします。先着にびっくりした。あ、先着なんかいね、これ。なんと先着疑惑あるので、皆さんお早めによろしくお願いします。何とぞお願いします。楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ。ほんまにさ、念願だったけどさ、嬉しい。喉がなんか何回ね、変虫みたいなさ、イガイガ虫みたいなのがおる。そう、なんかさ、多分乾燥でやられたんかな、何日か前から。そう、痛かったんやけど、今日イベント中はね全然大丈夫で、新幹線でね、多分私がね口開けて寝たんだと思うよね口開けて寝たんだと思う。で、そう、痛くなっちゃった本格的に。口開けて寝る癖ある、割とあるかも割とあるかも。口閉じたいんですけどね。から広島帰ったんだ。そう、帰ってきました。Go to 広島、楽しかった。今日ほんまに浴衣着れたのめっちゃ嬉しかった。なんか浴衣着て浅草でバスツアーやりたいですって言ったんよね。でほんまに着れて嬉しかったし、バスガイドさんのね服装をすると思っとらんかったよ。そう、じゃけめっちゃ嬉しかった。しかもめっちゃ可愛いさ、なんか青と黄色のバスガイドさんの制服、ハトバスさんの本物の制服を借りまして、そう、めっちゃ嬉しかった。なんかさ、アイドルになってからそういう本物の制服を着させてもらうことが多くて嬉しい。喉が痛いよ。
最近ネトフリで何回だよな、ミッシングだっけな、石原さとみさんの最近ネトフリに公開された公開解禁されたやつ見たんやけど、見た人あるかな、なんか子供が行方不明になっちゃって、で探すっていう映画なんやけど、もうそれを見てからちょっと当分心がズーンってそうなりました。でその映画の中でブルルルっていうのがなんかちょっとちょこちょこ出てくるんよね。そう、なかなかそう、え、あの地面師タッチ、タッチいるんかいね、見てない。そのさ話さ定期的になる、今日もあの移動中メイクさんとまいちゃんがその話をしとって、めっちゃねおすすめされた。何日か前もさおすすめされた、それスタッフさんに。見たい、見ます。今の話題は極悪女王らしい。極悪女王調べてみよう。知らんな、極悪女王。初めて知りました。プロレスのあれなんかな、これもう公開されたんかな。あ、まだかな。気になる。あ、9月19世界独占配信、じゃあもうされとるわ。気になる。ネトフリ面白そうなのがいっぱいある。なかなか評価高い。そうなんや、見たい。いいですね。あ、そう、ソロコンの受付も明日からでございます。ファンクラブの先行受付が明日からでございますので、皆さんよろしくお願いします。今絶賛準備中って感じなんですけど、本当にもう楽しみで楽しみで仕方ない。もう自分がやりたい感じのことが詰め込まれてるし、本当にスタッフさんとかもいっぱい考えてください。
ちゃ素敵な地方婚になっていっているので、本当に本当にみんな楽しみにしとってほしいです。そう、地方婚、久々の地方婚女子、結構ガラッと新しいことをいっぱいしようと思っているので、お楽しみに。10月13、14でやります。よろしくお願いします。明日の12時からやね。みんな結構楽しみにしてて結構楽しみにしててくださいって感じです。私もう本当に超楽しみ。そうなんや、10月ね、その地方婚もあるし、写真集も発売するし、そのイベントとかもあるしさ、めっちゃ盛りだくさんになりそう。楽しみすぎる。そう、早く喉治さんといけん。今日はカッコン糖を飲んで寝ます。めっちゃ楽しみ、地方婚。もうめちゃくちゃ楽しみ。まあ今日めっちゃ喋ってたもんね。そう、今日はいっぱい喋りましたね。バスツアー移動中ずっとこのマイク越しにペラペラみんなと喋っとった。なんかずっと修学旅行の班の人と喋っとるぐらいの内容超適当な、適当というかなんかラフな感じで友達と話してるみたいな感じで、ずっとみんなとのんびり話しとって超楽しかった、マジで。楽しかったね。なんかさ、千穂ちゃんはそういうなんか真面目な話とかじゃなくてさ、適当な話の時が一番面白いみたいな言われたそう、すごくのんびりゆったりしたバスツアーで楽しかったです。でもこれはね、ほんまにバスツアーじゃないと思う。マジで新幹線マジで新幹線でやられましたね。ガイドさんインスタフォローしたって、マジですか、嬉しい嬉しい。バスガイドさん、そう、
田さん、ちょーちゃん興味持ってたよ。嬉しい。まさかまさか、今日でさ、めちゃくちゃ今日さ、すごい映えスポットというか写真向きなスポットにいっぱい行ったけさ、衣装もいっぱい着替えたし、もうフォルダーが潤っとるけ、皆さん SNS お楽しみに。オンラインサイン会参加します、ありがとう。新春イベントもね、申し込み始まっとるし、早い者勝ちなのでよろしくお願いします。お願いします。今のスンスンのものまね、お願いします。じゃあランキングを読みます。あれ、私マジショールーム何年目って感じ。ランキング出すのにいろんなボタンを押した、今わからんくなって。20位円楽さん、19位20世紀ともちゃんさん、18位タンクさん、17位ブルーさん、16位シロウケンさん、15位おいでます元気さん、14位キョンシーさん、13位タカヒロくんさん、12位のりふみさん、11位砂時計さん、10位ポルダーアグリさん、9位ヒロロンさん、8位カズキンさん、7位ユリアピースさん、ラッキーセブン、6位マヤ太郎さん、5位テリーピーさん、4位おっちゃんさん、3位ヌルディーさん、スイスイ、2位のぞみ4号さん、ツーツー、そしてそして第1位はプルーシュン、つりけんさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝の極みです、イエイ、ありがとう。つりけんさん、今日はありがとう、一日ずっとずっと楽しかったね、ほんまに楽しかった、ありがとうございました、はるばるありがとう。ということで皆さんありがとうございます。じゃあスクショタイムをします。バスガイドっぽい、か、おやすみなさい、またね、これよろしくお願いします。そして明日の12時からね、ファンクラブの申し込み、地方コン始まりますので、よろしくお願いします。じゃあバイバーイ、イエイ。